大英戦、日本に留学し、成城学校を経て、陸軍士官学校第四期公平科で学ぶ。卒業して帰国後、湖北陸軍特別学校公平教官。新し県陸軍第八鎮三儀に移動した、李活化の公認で、公平第八英艦隊となる。武将期義当時、英兵役三沢媒館に赴いており、正し大官の剣久し発に、 艦隊代理を任せていたため難を逃れた。中華民国成立後、北京政府陸軍部公兵犠牲、湖南都督署参謀長を歴任した。1917年、法天陸軍司令部副官庁兼補充旅旅長に任ぜられる。翌1918年、第24根成旅旅長に任命され、福建省に移駐した。1922年10月、 王衛戦は暗記派の女児層と結んで、復権に軍政制オケフを設立し、復権総なで県省庁を辞称した。しかし王、おもむろによる復権省内の完全な統制はならず、間もなく政オケフは廃止される。翌1923年3月、直令派の孫伝法が復権正しりとなると、王は復権軍務方便の地位に転じた。翌月、 県安森軍士を兼ね、5月、同森軍士の廃止とともに、今日、泉守軍士に移る。しかし、翌1924年3月、孫との権力闘争に敗北し、王はゲイアに追い込まれてしまう。1937年12月、中華民国臨時政府が成立すると、王英戦はこれに参加して治安部次長に任せられ、部長の最小元を補佐した。 1940年3月に臨時政府が王朝明政権に合流するまで王は次長の地位にあり続けたが王朝明政権では特に養殖についてない。1942年北京特別市にて病没、去年63、ありがとうございます。